海はいいよな。国道2号線倉敷方面からトンネル手前を左折したら、本日の主役岡山屋さんがあります。はい、メニューを見ていきましょう。よく来られるんですか？これは何回も来るんですか？あ、ここはよく来るんですよ、はい。今日何注文したんですか？私は肉うどん。肉か、釜揚げかね。梅うどんにしました。梅うどん。さっぱりいきます。もうでもうどんを打ちますね。こうやってうどんをずっと。はい、だいぶお店古いですよね。古いです。もうなんかインターネットで見たら80年ぐらい前からある。90年。もうちょっとで、え、お父さん何年今？おばあちゃんの代とか。なかなかないですよ。やっぱり90年ぐらいやってるお店自体が。連れてきてくれて。あ、そうですか。大人だったら大変だったけどね。え、ちょっとじゃあ今更肉うどんに変えること無理ですよね。もう今更変えるの無理ですね。じゃあできますか。本当ですか。じゃあ肉うどんにします。はい。若い人は多いですけど、はい、あ、本当ですか。あ、どうします。いや、肉にします。肉にします。はい、めちゃ美味しそうなんで。麺がなくなったら終了みたいな感じですね。一応5時までは、あ、5時まで、あ、3時までじゃない、5時までから大丈夫なんですけど、あ、ザルも大盛りで、ザルの大盛り、ここで4玉。うわうわ、やっぱファンがおるんですね、そうやってね。おうどんが好きな人はね、うん、主人も私も四国なんですよ。お、四国出身。こんなことベラベラ喋ってないかな。私県外からも来そうですね。やっぱ手でこうずっとされとられてる。もう全部見て、この中で全部。おお、昭和11年から、うわ、僕3代目で、3代目、はい、僕は45年ぐらい。あ、今3代目で45年目。で、僕が45年早く、はい、出てからが88年。ほんまもうちょっとで90年、ね、90年ぐらいしたらいいんですよ。そうです。いや、そら知らん人がおらんすわね、ここのことは。昔はね、はい、でもうどんはやってなかったんですよ。あれ、何をされてたんですか？食堂。あ、食堂。だから、あの焼き飯とかどうするんですか？昼まで飲み干す感じです。昼まで。すげえ。お待ち飲んでください。はい、お任せください。ん？1時ですね。うん、どうも。はい、どうも。ありがとうございました。これがあれ？そうなんです。恥ずかしいんですけど。いやいや、面白い。本当ですか？本当ですか？ありがとうございます。あ、お大好きです。岡山で別居で、別居バンビーノですね、うん、はい、あれの、ご主人様がですか、すげえ。
えー、すごいいですね、楽しみがあるのは。あ、全然見てなかった。本当貼ってますね。今年芸能人誰が来てました？大体もいつも長谷直美が来てる。はい、まあ、ちょっと知らんから聞いたことはあるんですけどね。太陽にほえろとか、はい、セレブ系だ。はい、いや、多分でもいつも来てる方ですよね。うん、まあ、2回だけど、あー、あー、来てましたね。唐沢俊明さん来てましたよね、何年か前。あー、岩木浩一さん、はい。あ、稲垣潤一さん、はいはいはい。はい、ありがとうございました。ダブルハマイ。これはちょっと想像以上でした。ん？想像以上だった。想像？想像以上。いいよね。うん。うん。マジでうまい。マジでうまい。どうしよう。初めて出ましたロングタイムハマイ。うますぎる。やばい。もう入れても入れるな。イベントが出てくる。あ、そうなんですね。まだ。このメッキはでも。中で来るんですよ。はい。笠岡過ぎて次に来たんですけど。はい。その時でも笠岡が来てもらって、ね、僕の先生がこんな世話になってね。うまっ。七味がまたええ。これマジでこのだしもやばいですね。めちゃくちゃうまいですね。いや、まあ、ほんまに。
どっちみち僕らが遠くのあれですからね、うん、はい、いらっしゃい、ちゃんとこで教えてもらったりとかね、あ、だしと、うん、まあ、だしは教えてくれないなんでも、うん、ですよね、うん、自分でいろいろ台湾に行きながら、うん、で、入れますか、はい、ごちそうさまでした。急じゃったのに、ありがとうございました。助かりました。また来ます。また来ます。またお願いします。はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。はい、行ってきました。岡山屋さんでございます。いや、見てください。こちらね、もう海なんですけれど、すごくね、環境のいい場所にあるうどん屋さんでございますよ。あの千鳥のね、大吾さんも好きな肉うどんということで、お隣の方がね、食べていたのを見たらですね、かなり美味しそうだったので、途中で注文を変更させていただきました。あの定評通りというかですね、肉うどん抜群の味付けです。甘めの肉にですね、あの出汁の味と麺が絡まってですね、これはもう何とも言えない岡山最強の肉うどんを発見してしまいました。ぜひ皆さんも一度ね、来てみてください。それじゃあみんなまたね。